皆さんこんにちは。バイオ株式会社の代表取締役を務めております山本千尋です。本日私どもの新製品について日本のみならず世界の皆様にお話しさせていただく機会を得たことを大変喜ばしく思います。また新型コロナウイルスが猛威を振るうこのような大変な状況の中、本日の発表会にご参加いただきますこと感謝申し上げます。大変ありがとうございます。バイオは2014年にソニーから独立し、今年2021年7月に満7年を迎えます。独立以来の皆様の温かいご期待、ご声援、ご支援に改めて厚く御礼申し上げます。バイオ株式会社として独立する直前、バイオというブランドをつけた PC は世界で年間500万台以上販売されていました。しかし独立にあたり海外市場からはすべて撤退、日本国内にフォーカスして再スタートを切りました。その後再び2015年から海外展開を再開し、現在ではその地域を北米、中国、南米、欧州、アジア、中東へと拡大させ、海外販売台数比率におきまして全体の 50% に迫るところまで成長させることができました。しかしこれまで特に上位モデルの海外展開においては日本特有のニーズ、例えばレガシーの映像端子の搭載にお応えすることに振り切り、開発した製品を中心に提供してきたこともあり、残念ながら世界においてはかつてのような評価をいただくには至っておりません。世界において、そして日本においても、よりバイオらしいコンピューティングの未来を指し示すような提案を期待されていることをずっと強く感じてきました。バイオに求められているのは大きなワオであると我々自身が一番分かっています。一方でこの7年間日本のビジネスパーソンの生産性を高めることに徹底的にこだわり抜いたモバイル PC を開発し、高い品質信頼性で製造しお届けすることで着実に評価をいただき、その力を回復してきました。そしてこの7年の結実として、今再び日本そして世界のお客様に向けて、これこそがバイオだという提案をさせていただける時を迎えたと考えています。我々はこの機にバイオとは何か、そしてバイオがもたらすべきものは何か改めて議論し、バイオのブランドミッションを再定義しました。挑戦に火を灯そう。デザインと技術で世界中のイノベーションを加速する、これがバイオのミッションです。バイオ PC はお客様の挑戦を加速するためその相棒となり、一緒に挑戦し続ける存在でありたいと考えます。本日はその中でも唯一無二の挑戦をされている人々を還元すれば、世界中のさまざまなイノベーションの実現に果敢に取り組まれている方々に最高のコンピューティング体験をもたらす PC をご提案します。バイオ Z はバイオが世界で初めて成功させた立体成形フルカーボンボディにより、モバイルに全く新しい次元の体験をもたらす製品です。並外れたスピード、並外れたスタミナ、並外れた強靭さ、そしてそれらを軽量と両立したモバイルコンピュータです。バイオは使う人の可能性を解放するコンピュータを追求しています。その中でモバイルの本質を突き詰め、これら4つの要素の同時成立をずっと目指してきました。
この4つの要素は互いに相反するものです。特に軽量であることと他の要素は同時に成り立ちません。しかし我々はそこにベストバランスを求めるということではなく、両立不可能だったレベルを両立させることに、バイオのミッションの通り私たちは挑戦してきました。私たちは最高の性能と軽やかさ、そのどちらも諦めたくないのです。そして今回それを成功させましたと自信を持って宣言させてください。前置きが長くなりました。それではこの新製品バイオ Z の開発総責任者である PC 事業本部長取締役執行役員の林から詳しい説明をさせていただきます。バイオ Z 開発総責任者の林です。皆さんお待たせいたしました。ついにバイオが満を持して世界に当製品が登場します。バイオ Z です。我々はこの製品が世界中で日々モバイル PC の上で新しいものを生み出す人々のその体験を革新するものであると信じています。それを実現したのはバイオが世界で初めて成し遂げた立体成形フルカーボンボディです。これまで量産は困難と考えられてきた立体成形によるしなやかに美しく曲げられたカーボンボディが、並外れたスピード、並外れたスタミナ、並外れた強靭さ、そしてそれらを軽量と両立するモバイルコンピューターを生み出しました。それではこのコンピューターがもたらす新次元の体験についてご紹介します。その一つ目はスピードについてです。バイオ Z は 1kg に満たないボディでこれまでを大幅に上回るスピードを実現しています。このグラフはスピードを語る上では外せないプロセッサー、ストレージ、ネットワークの3要素について近年のバイオ製品の進化を表したものです。バイオ Z が通常を超えた進化を成し遂げたマシンであることをご理解いただけると思います。このバイオ Z のスピードがあなたの時間を取り戻します。実は私たちは PC を使うあらゆるシーンで待たされ時間を浪費させられています。バイオ Z を使うときあなたは初めてこれまで待たされていたことに気づくはずです。一例をご覧いただきたいと思います。ここに2つの PC があります。1つは現役で使用されているバイオ S13、 もう1つはバイオ Z です。この2台で我々が日常よく行う操作をやってみましょう。ここでは例としてプレゼンテーション資料を PDF に出力します。バイオ Z のスピードは特別な作業をする人のためのものではありません。誰しもが行っている日々の何気ない体験の一つ一つを変えるものなのです。バイオ Z の処理時間はおよそ半分。大切なことはこれまであなたが失っていたものは単なる時間ではないということです。待たされているちょっとした瞬間にもあなたの思考は分断され、羽を伸ばして飛び立とうとしたイマジネーションが傷つけられていたのです。バイオ Z のスピードがあなたのイマジネーションを取り戻します。その他のケースについても映像でご覧ください。こちらはデータファイルを開くケースです。大きなデータを開くには待ち時間がつきものですが、ここでもバイオ Z はその時間を大幅に短縮しています。こちらは動画の変換です。やはり結果は同じです。この例では待ち時間をおよそ2分の1に節約することができました。このスピードは常にカバンに入れて持ち歩けるわずか 1kg にも満たないボディの中で実現されているのです。単に PC のスピードを追求することは実は簡単です。重く大きなボディに高性能なプロセッサーを搭載すれば良いのです。それを 1kg を切るボディで実現することにバイオ Z のイノベーションがあります。私たちはその革新性を図るために単位重量あたりのプロセッサースピードという指標を使いたいと思います。バイオ Z の単位重量あたりのプロセッサースピードはインテル社製同世代の CPU を搭載したモデルの中でも極めて優れたスコアとなっており、アーキテクチャは異なるため一概に比較はできない面もありますが、高いパフォーマンスを持つと話題になっている Apple 社製 M1 チップ搭載の MacBook Pro を上回ります。
パフォーマンスが高いから重くてもしょうがない、そんな妥協はもう過去のものになります。2つ目はスタミナについてです。バイオ Z は 1kg を切るボディにバイオ史上最長の最大18時間の連続動画再生を実現しています。この進化により、これまでのように頻繁に電池残量を気にしながら作業していたのは過去のこととなるでしょう。もちろん AC アダプターを毎日持ち運ぶこともありません。なぜならバイオ Z の駆動時間が実用的なケースにおいて1日のワーキングアワーをカバーしているからです。カタログに記載されるバッテリー駆動時間は特定の条件で測定されるため、必ずしも実使用と一致しない場合があります。そこでここでは働き方のシーンを具体的に想定して、その場合のバッテリー駆動時間を算出しています。このようなケースにおいて1日使用を続けてもなお余裕を残していることが分かります。バイオ Z のスピードがあれば、これからはこの作業自体もっと早く終えられるはずです。繰り返しになりますが、このスタミナは毎朝迷うことなくカバンに入れて出かけられる 1kg に満たないボディに収められています。バッテリーライフもまた重量を増すことで簡単に伸ばすことができます。これを軽量と両立することにバイオ Z の革新性があります。バイオ Z の単位重量あたりの駆動時間は、こちらもインテル社製の同世代の CPU を搭載した他のモデルや最新の MacBook Pro を上回るものです。バッテリーライフが長いから重くてもしょうがない、そんな妥協ももう過去のものになります。3つ目はその強靭さについてです。驚かせてしまい申し訳ありません。できればこんなことは起きてほしくありませんが、万が一のことがあってもバイオ Z は高い確率であなたの大切なデータを守るでしょう。バイオ Z は従来製品の基準を大きく上回り、米国国防総省ミル規格をも上回る 127cm からの落下試験にも耐える圧倒的強さのボディを持ちます。この高さは長身ユーザーの脇の位置に相当し、通常実使用で想定される最も高い落下高度だと考えています。この進化はコンピューターは大切に包み宝物のように持ち運ぶものではなくなったことを意味します。 PC があなたの相棒になるためには、あなたに気を使わせる存在であってはいけないのです。スピード、スタミナ、そして強靭さにより、この新しいコンピューターはあなたを一瞬も止めることなく、余計なことで煩わせたり気を使わせることから完全に解放し、あなたを本来やるべき挑戦に集中させます。そしてその最高の相棒をあなたは毎日躊躇なくどこへでも持ち出すことができるのです。これこそがモバイルコンピューターが到達すべき、まさに新しい次元の体験です。さらにそれだけではありません。こだわり抜かれたユーザビリティがその体験の質をさらに高めます。そのいくつかをご紹介しましょう。バイオ Z は標準的なモバイルより一回り大きい14インチのディスプレイを搭載します。より広い作業領域がモバイルによる制限を感じさせない生産性を生み出します。解像度はフル HD に加え、より緻密で美しい 4K を選択することができます。キーボードユニットは完全に新しく設計し直しました。極めて薄いボディの中で 1.5mm もの物理的なストロークを確保しています。この新キーボードユニットが使う人とバイオが一体と感じられるような指に吸い付く打鍵感を実現します。さらに新しい機能としてユーザーを認識してその作業をサポートするバイオユーザーセンシングを搭載しました。この機能の一部を実践してみましょう。バイオ Z にログオン操作は必要ありません。 PC の前に座れば自ら起動しユーザーを認識してキーボードに手を置く瞬間には全てが整っています。これもバイオ Z のスピードの一部と言えるでしょう。さて、このようなバイオ Z の革新的な体験がどのように実現されているのか、次に我々の強みであるデザインと技術についてお話ししたいと思います。バイオ Z のデザインを担当した森沢です。バイオのデザインは開発者のアイデアを紡ぐことで作り上げられています。
バイオの全ての設計者はデザイナーであり、デザイナーである私も設計者であると思っています。造形を描くことも、求められる機能を追求することも、メンバー全員で取り組む姿勢、切磋琢磨の中でバイオのスピリットが具現化されていきます。バイオ Z のデザインは一本の繊維の流れから形作るというアイデアから生まれました。一本の細い糸が何重にも重なり合い、とても強く軽い物体が生み出せるのがカーボンファイバーの魅力です。繊維であることを大切に設計、デザインのアイデアを結晶化する、それが今回生み出されたデザインの特徴です。それではカーボンファイバーについて須山から説明します。バイオ Z 技術責任者の須山です。バイオ Z の革新的体験を生み出すブレイクスルーは、我々が世界で初めて実現した立体成形フルカーボンボディにあります。1997年、バイオは世界で初めて PC のボディ全面にマグネシウム合金を採用し、銀パソブームを起こし、以来この素材は今日に至るまで軽量モバイルの主要素材となってきました。しかし今、マグネシウム合金の軽量薄型化は限界点に達しており、新たな進化のための新しい素材が求められています。素材物性としてマグネシウム合金やアルミニウム合金をはるかにしのぐのがカーボンファイバーです。バイオは2003年に世界で初めて連続繊維によるカーボンファイバーをモバイル PC に採用しました。それ以来一貫してこの素材の活用をリードしています。しかしカーボンファイバーは加工が難しく、 PC ではその多くが平面部材としての使用にとどまっています。本来素材の性能を最大限に生かすには、レーシングカーのサバイバルセルのように立体成形してボディ全面を覆うことが理想です。一方でカーボンの立体成形は飛行機やロケットで使うような一点ずつ手作りされる世界です。 PC の生産数を満たすような大量生産はこれまで極めて困難であるとされてきました。今回我々はこの前人未到の挑戦に挑み、バイオのノウハウと長年のパートナーである東レを中心としたチームジャパンの技術を結集し、 PC の主要部を覆う全ての面構造をカーボンファイバーで実現しました。ボディの立体構造をカーボンファイバーで一体成形することにより、我々が長年理想としてきた限られた質量でも極めて強い剛性を持つ最強の構造体をついに作り上げました。立体成形フルカーボンボディはまさにデザインとテクノロジーの結晶です。特性を最大限に引き出したパーツに仕上げるためには、素材を深く理解し量産可能な形を作る必要があります。バイオ Z のフォルムは素材の機能を追求した結果たどり着いた必然の形です。ここまで到達するまで数々の挑戦をし、今もなお挑戦し続けるバイオを象徴するフラッグシップに仕上がりました。立体成形フルカーボンボディが織りなすバイオを象徴する美しいデザインをぜひ手に取っていただければと思います。バイオ Z は立体成形フルカーボンボディの優れた特性をあらゆる面に生かした PC です。このボディのメリットは直接的には剛性と軽量の両立にありますが、そのアドバンテージを生かし大容量のバッテリーや大画面の搭載などのさまざまなバリューにつなげています。その中でも最も重要な要素が、極めて大容量のアクティブクーリングシステムを1キロ未満のボディに搭載したことです。このことによりバイオ Z は通常のモバイル PC 向けのプロセッサーではなく、大型クリエイティブノート向けのプロセッサーを搭載することができました。これがバイオ Z の並外れたスピードを生み出しているのです。今回この本来モバイルノート PC 向けではない第11世代インテルコアプロセッサーファミリー H シリーズの搭載を実現した背景には、インテル社との長年の戦略関係と互いのチームの密接な連携がありました。本日は我々の重要なパートナーであるインテル社からメッセージをいただいています。 Earlier this year, Intel launched the brand new 11th Gen H series for ultra portable performance systems, bringing a new class of experience to that type of thin and light systems.
And we were very excited to partner with the VIO team on taking and tuning that platform into their latest generation systems and delivering an amazing level of performance in really, really thin and light systems. So I'm very excited to be here together with the VIO team and announcing the brand new VIOSED product. The VIOSED is designed for the most demanding ultra-portable users. Independently if they're doing content creation, productivity, or even gaming, we think you'll see amazing levels of performance on this. And what enables that is our, you know, our 11th gen Core i7 special edition with up to 5 gigahertz of performance for that most responsive experience, as well as, you know, the platform taking advantage of Gen 4 architecture, the latest available in mobile platforms today to power the most responsive SSDs, as well as, you know, amazing levels of wired and wireless connectivity with Wi-Fi 6. And what's even more amazing is all that fits in this super thin and light product. I'm super amazed about what the VIO team has been able to do with this platform and very, very excited to see this coming out in end users' hands soon. So congratulations on the VIO-C launch. It really showcases the best of Intel and VIO working closely together to deliver an amazing system. We are also very excited about our continued collaborations on innovation, performance, and mobility to continue to deliver amazing system to end users for years to come. ありがとうございました。インテル社とのリレーションシップは我々のイノベーションにとって引き続き重要な要素となるでしょう。さて、今世界は低炭素の時代です。その時代にフルカーボンの PC が登場するわけですが、ご承知の通り、炭素自体が悪者なわけではありません。6番目の元素、炭素はすべての命の源であり、ここ日本において商用化された炭素繊維は未来を担う素材です。我々はカーボンファイバーが次世代のモバイル製品に必要不可欠な素材であると確信しています。そのため、その未来を見据え、カーボンファイバー素材のリサイクル技術に対しても取り組みを始めています。炭素繊維素材の再生技術は一部確立しているものの、再生材の性能はまだ十分ではなく、活用が進んでいないのが実情です。バイオはこの分野において固有技術を持つパートナーと協力し、技術開発を進めていきます。カーボンファイバーは1日で使いこなせる素材ではありません。今回のフルカーボンボディはバイオが長くカーボンファイバーを探求してきたからこそできたことであり、他社が簡単に真似できるものではないと自信を持っています。 PC におけるカーボン活用ではバイオは世界の先頭にいます。そして我々の挑戦はここで終わりではなく、まだ先があります。その意味でバイオ Z はモバイルのさらなる未来への大きな一歩であると考えています。ビジネス戦略を担当する宮入です。バイオ Z がいかに革新的なモバイルであるかご理解いただけたかと思います。続いてグローバルへの展開についてお話しします。ブランドミッションにデザインと技術で世界中のイノベーションを加速するとあるように、我々が目指すのは世界中のお客様にその挑戦の相棒となるバイオ PC をお届けすることです。冒頭山本よりお話しさせていただいた通り、バイオは独立後一旦国外のビジネスから撤退いたしましたが、2015年より再始動し、新たな形でのビジネス展開を進めてまいりました。現在の販売エリアは北米、中国、南米、欧州、アジア、中東に拡大しており、バイオの海外販売台数は全体の約5割を占めるにまで成長しています。独立直後のバイオにとってグローバルビジネスを一から再構築することは、当時の会社の体制を考えると非常に大きなチャレンジでしたが、我々は試行錯誤の上独自のアプローチを見出しました。それは世界の各地域においてバイオのブランドビジョンに深く共感いただけるパートナーを探し、そのパートナーと協力してバイオ製品をお届けするというものです。さらにこのアプローチのポイントは、そのパートナーシップを生かした製品開発の手法にあります。現在我々の海外マーケットへ向けた製品開発には2つのスキームがあります。1
一つはグローバルモデル開発スキームとして、日本のヘッドクォーターが開発した製品をグローバル展開する手法で、これらの商品を通じてバイオブランドの本質を世界中のお客様にお届けしています。そしてもう一つが独自に作り上げたローカルフィットモデル開発スキームです。これは各地域のニーズを熟知した現地のパートナーに商品企画を担ってもらい、そのプランに対して日本のヘッドクォーターがバイオの UX、設計、デザインのノウハウに基づいてディレクションと監修を行い、現地のパートナーと共同で商品を作り上げていく手法です。グローバルブランドにとってブランドの一貫性を保ちながら製品をローカライズしていくことは普遍的な課題の一つですが、バイオはこの新しい開発スキームに各地域で取り組み、その中でヒット商品を生み出しています。とはいえ、全てが最初からうまくいっていたわけではありません。ブランド理念は共有できていても、目指すべき商品像を一致させることは簡単なことではありませんでした。我々とローカルパートナーがお互い本当に納得できる商品が実現し始めたのは最近のことです。例えば2020年3月に南米地域にて発売したバイオ FE は、同クラス製品の前年比約2倍に販売数を伸ばし、ランキングに入るヒットモデルとなっています。また2020年11月に中国において発売したバイオ FH は、同地域で最大の IT 系ウェブサイトメディアゾルによりリコメンデッドプロダクトアワードを受賞しています。このようにして我々がグローバルに構築してきたラインナップに、本日最後のピースであるバイオ Z がグローバルフラッグシップとして加わることで完成しました。昨日より一歩進んだ自分への挑戦から、オンリーワンのイノベーションへの挑戦まで、全ての挑戦のそばにバイオの体験をお届けする準備が整いました。これまで以上に世界中の多くのお客様の挑戦を支えていきます。世界の皆様、ぜひ今後のバイオにご期待ください。本日はモバイルの体験を変えるグローバルフラッグシップと、そのモデルを掲げてのグローバルチャレンジについてお話しさせていただきました。さて、開発総責任者である林からの説明の節々に Mac との比較があったことをお気づきかと思います。私たちにとって昨年秋の Apple の発表はとても衝撃的であり、また大いに勇気づけられました。 M1 プロセッサーの素晴らしさは消費電力とコンピューティングパワーの均衡を打ち破るブレイクスルーを成し遂げたことです。そして我々の立体成型フルカーボンボディもモバイルコンピューティングにおける速さ、スタミナ、強靭さ、そして軽量性の均衡を破るブレイクスルーを実現させています。ブレイクスルーこそがバイオの DNA です。デザインと技術でブレイクスルーを生み出すことがバイオに期待されるイノベーションであると我々は考えています。バイオのヘッドクォーター本社工場は日本の長野県にある日本アルプスと呼ばれる美しい山々と自然に囲まれた地、安曇野にあります。バイオ Z の革新はここで生まれました。そして世界にお届けする全てのバイオ Z はここから出荷されます。メイドバイバイオイン安曇野長野ジャパンが世界の皆様にとって革新の象徴となるよう、バイオはコンピューティング体験の革新に挑戦し続けます。